どうも、シャベンです。今回は、またちょっと皆さんからね、コメントをいただきまして、それの質問に答える動画なんですけども、ソロモンはどっちが強いのかという、進化と神化ですね。という、まあ、質問をいただきまして、今回は、まあ、それについてですね、ソロモン進化神化論争をやっていこうと思います。とりあえず、まあ、詳しく見ていきますか、進化と神化を。まず進化から。こっちですね。僕はイラストはこっちの方が好きですね。アビリティが、まあ、対応ギミックが、AGB だけなんですよ、ね。だけなんですけども、まあ、これ以外のバイタルキラーですね。まあ、これが、敵の HP が 50% 以上で発動するキラーで、まあ、条件はありますけどね。これさえ達成してれば、実質全属性キラーっていう。まだ 50% 以上ってちょっと難しいですけどね。まあ、HP 高い敵とか、まあ、ステージ開始とかの時はね、かなりいいですよね。で、このソウルスティール。で、これが確かなんだっけ、1体倒すごとに、HP5000 回復でしたっけ、まあ、かなり安定した回復を得られますよ、敵を倒しながらっていう。このアビリティはね、ほんとギミック対応はちょっと低いですけど、やっぱり強力ですよね。で、この SS の爆発。これがただの爆発ではないんですよね。ほんとにもう、大爆発。ほんとゴンさん。神化ゴンさんぐらいですね。しかもこれ動けるんで。動ける神化ゴンさんみたいな感じで。で、ほんとそれぐらい処理できましたね。19の5区でかなり強いんですよ。もうほんとにとりあえず撃てば処理できるんで。これほんと救世主ですね。で、あとこの友情の貫通追撃弾。これはまあほんとマナみたいに当たるだけじゃダメですけど、当たってから敵に当たっていくって感じで、まあ、ちょっと癖はありますけど、これを使いこなせればかなり火力は出ますね。進化こんなもんですね。次。神化。こっちがほんとアビリティセットは進化と比べてかなり高いですね。で、この超アンチウィンドウは、ウィンドウを受けると次自分が動くターンでスピードアップしてるということですね。で、この SS のね、巨大バリアがね、本当に巨大なんですよ。耐久が6万でしたっけね、結構耐えて。で、しかもこのバリアの中に味方がいると、その味方に向かって飛んでいく攻撃も、バリアが受けてくれるんで、かなりね、うまくすれば、耐えれますね。で、友情コンボが砲撃の、ボムスロー。まあ、これちょっとね、難しいですけど、感覚があるんで、ずっとね、飛んでいくわけじゃないんですけど、うまくこの感覚を覚えればね、かなり入りますし、友情も誘発できるっていう感じで。で、あとこの貫通録音衝撃波ですね。まあ、新友情なんですけど、地味に。本当に雑魚に弱点があるクエストを大体壊してますね。艦隊だとラグナロクとか言ってましたし、ラグナロク10の5区とか本当に色々いけてましたね、これは。こんなもんですね。で、まあ、とりあえず進化と神化説明しましたけど、どっちも強いんですよね、結局。まあ、それなんでね、本当自分の手持ちによって変わってくると思いますね。こればっかりは。重力のキャラ少ないんだったら進化。まあ、それ以外だったら、神化って感じですかね。僕は神化推しですけど、どっちかと言ったら。神化のこの友情とね、SS のバリアの防ぎ方が好きなんですよね。僅差で神化ですね。進化も十分強い。本当にこれは自分の手持ちによりますね、こればっかりは。手持ちと好み。あとはなんか、ちょうどいいなっていう印象を受けましたね。インフレしすぎないし、まあ、普通に強いしって感じで。まあ、これからの接待によって評価は変わってくると思うんで、今後に期待ですね。とりあえず次のは5ですか。まあ、という感じですね。まあ、よかったらコメント欄か皆さんのね、ご意見お待ちしております。進化はここは強い。神化はここは強い。ソロモン何体引いたとか、お待ちしております。あとぜひ、チャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日妄想動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、投稿していくモチベーションにもつながるんで、どうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。